広島県立広島中学校、高等学校は、広島県東広島市高谷町中島にある、広島県内の県立学校において、最初の平立型中高一貫校である。略称は、県広県立の中高一貫のモデル校として2004年に開校した。現在の生徒数は中学校が477名、高校が719名で、県下最大の規模である。なお 旧制広島高等学校との関連性はない。また、広島工業大学付属広島高等学校も、広島工業大学付属を関せずに単に、広島高等学校と称していた時期もあったが、こちらとの関連性もない。量があり、広島県内の全域から生徒が多く集まっている。なお、広島県に住民票を有していない人は受験することができない。 高い知性豊かな感性強い医師6年間の計画的、継続的な教育活動により、幅広く深い教養と高い知性を培い、グローバル化時代において活躍することのできる人材を育成する。中学校学習意欲を喚起し、基礎、基本の確実な定着を図るとともに、国際感覚を培い、心豊かなたくましい人材を育成する。高等学校知性を高め、 感性を磨き、意志を鍛える教育活動を通して、国際社会に貢献できる、全人的な力を持った人材を育成する。広島の火を基本に、翼、広島県の木もみじ、未来に向かって輝く太陽をイメージした造形を、組み合わせている。三つの翼は、三つの航空を表し未来に羽ばたく、生徒の姿をイメージしたデザインである。 広島県立広島中学校、高等学校校歌、編集、小さな光を大きな夢に、両運の志、編集この曲は設立当初の教頭が作詞、音楽教師が作曲を担当した、校訓や校風がよく現れた曲である。制服、編集服装、編集ジャージのカラーは紫、青、小豆、水色、黄緑、ピンクである。 このカラーは在学中は変わらず、次年度は中学1年が前年度の高校3年のカラーを使用する。2016年度よりスローガンとして夢、挑戦、想像が挙げられている。体操はラジオ体操第2が行われる。なぜか体育の際は白靴下指定である。生徒5人と顧問を集め、教師の2、3以上の承認が必要。ありがとうございます。